んばんは。明日はねお昼ですよ、1枠目はね。明後日はね朝やってみたいと思います。ちょっとお試しです。ヨウさんこんばんは。美人さんありがとう、ありがとう。バンフィーさん、大阪さんこんばんは。そう、明後日は朝、明日はお昼っていう感じです。箱でしたさんこんばんは。バンフィーさん花束ハートありがとうございます。勝利さんガードマンさんこんばんは。いやいいね。ガチイベみんなどうですか。ガチイベ感ある？なかなかね、さっきもね話が出たんだけど、あの星集めがないと意外とガチイベっぽさがねないっていう、なくて寂しいぞっていう。やっぱさ慣れってすごいよねって思う。ワオもさすごい、まだほら新システムにさ慣れてないからさ、どんなもんかなってちょっとあれなんだけど、ちょっと待って、ペンがさ出なくなってるんですけどみたいな顔。ザッキーさんこんばんは。待ってやばい。スケヒラさん、ホリさんこんばんは。ザッキーさん虫眼鏡ありがとうございます。勝利さんもありがとうございます。和江さんなるほどありがとうございます。なるほどって何なんだろうね。なるほども期間限定のギフトなの。確かにね、ミッションね星集めほどではないよねきっと。そうよね。明日のねタイムテーブルをちょっと貼りますね。綺麗じゃったビリとか言って。リッチさんこんばんは。あ、謎解きセットの一つなんだ。よし、そう明日はこんな感じでございます。 HK さんこんばんは。ねえ、そう正午から明日はで、1枠目と2枠目が30分枠になってて、最後が1時間になってます。お刺身さん、めぐみのさんこんばんは。しめじじさんこんばんは。まあまあかわいい、ありがとう。マッシュさんこんばんは。え、桃鉄してきた。今マオが飼ってる、今マオが飼ってるけどって感じ。この配信までの間にお風呂済ませるはずが、ゆうはちゃんの配信に夢中な察した察したそういう時あるよねヤーマンさんこんばんは。お刺身さん虫眼鏡ありがとうございます。マッシュさんだるまありがとうございます。だるまちゃんありがとう。しめじりさん虫眼鏡ありがとうございますふふふ。おつさんこんばんは。マスルさんこんばんは。わいまつさんこんばんは。みんなありがとう、遅い時間にたくさんありがとうございます。ありがたいです本当に。
あ、すごいね。なんか結構でもあれだね、順位なんか動いてるんだね。いいじゃんいいじゃん。マスルさんハートいっぱいありがとうございます。動いてるね、今ちょっと見てきたけどもちらっと。ふむ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 ですわ。始まる前まで眠かったけど、始まったら眠気どっか行くならよかった。始まってから眠くなるよりいいわ全然。ねえ配信始まったら眠くなってきたって言われたら悲しいからねねえ嫌ですよそれ。みっちさん娘がね、ありがとうございます。ねえそれちょっとそれちょっとうんってなっちゃう、ピエンってなっちゃうから悲しい、ね、今日も俺が見た女の子の映像そりゃ安心だ、よかった。嬉しいよねそんなん言ってもらえたら。あ、須川さんこんばんは。ね、いよいよ始まりました。またまた毎日最終話か、あー、ありがとうございます。ワイマツさん虫眼鏡ありがとうございます。しめじりさんハートありがとうございます。ヨトさんも虫眼鏡ありがとうございます。トコトコさんこんばんは。え、須川さん何これ、あ、あれか、あのお宝だ、かわいいお宝タワー、ありがとうございます。ニックネームさんこんばんは。ヨトさんニックネームさんハートありがとうございます。須川さん愛してますタワーありがとうございます。あ、レインボースターもいっぱいありがとうございます。あ、ちなみにちょっと何をやってるんだろうって思うと思うんですけど、あの今日からですね、ちょっとあのこのギフトに対してあの配信じゃないポーズね、こうやってやってみようと思って、いろいろ、わーびっくりしたスカワさん虹タワーありがとうございます。虹はどうしようか、虹タワー、あ、エンジェルクマちゃんタワーありがとうございます。キランキランだ、そう配信者ごっこ、そう3年目にしてようやく配信者風のちょっと立ち振る舞いを、あ、何かわいい探偵クマちゃんありがとうございます。探偵クマちゃんタワーすごい、手が2個しかない、手が2個しかないのすごい悔しいんだけど、どうしたらいいしかもさ、右と左同じ動きしかできないからさこうやってこうできないから、こうやってこうなってんのおもろいよねどういうこと、何これ愛情予告、愛情予告タワーだ、え、すごいね、ありがとうございます。そう、あ、NGTV ではライバルだったんだ、へえ、そうなのか、共に戦う協力体制で、みんなありがとう、いっぱい支えてくれて、須川さんレインボースターありがとうございます、いっぱいありがとう。ポーズ見てるだけそう、ちょっとね、あのいっぱいね対応していこうと思って、そうちょっと敵を頑張る。ドンテンさんこんばんは。すごいね、ポーズ考えつくのも難しいからねこれきっと。ドンテンさんハートありがとうございます。いいねいいね、うん、まあ、みんななんかやってんなって温かい目で見守って、1のところに塚原さん、2のところに四十川さんいらっしゃ、負けを隠しあー2位だー、やったー、なるほどね、
レイニャー一期最強研究生のメンバーだから、あ、なるほどね、そういうことか。なんかあったんだね、イベントがね。そういうことね。そう、そうそうそう、ギフトによっていろんな反応をね、ちょっとこちら側もしようと思って、そしたらみんなもさ、ちょっと投げがいがあるじゃないね。あ、待って、難しい。マスルさん結婚してありがとうございます。いいじゃん、ほらほら、プロポーズのやつ、伝われ伝われ伝われ。わー、愛情予告って言ったよね、スカーさん。愛情予告タワーありがとうございます。ま慣れないと恥ずかしいね。ねえ、カメハメハって言われためんどくさいタイプ。わあ、パフェってな、待って、ギフトめっちゃ多いんだけど、どうしよう。パフェどうしようかな。パフェおいしいにする。おいしい、スカワさん。パフェじゃない、プリンアラモードか。プリンアラモードタワーありがとうございます。和江さん、なるほど、ありがとうございます。藤うさぎさん、こんばんは、ハートありがとうございます。指輪今瞬時にかん、うん、こうじゃない。スカワさん、レインボータワーありがとうございます。ちなみに1位1期のレイちゃん、2位3期の花江ちゃん、3位3期のなつきちゃん。あ、すごいね、3期すごいな。藤うさぎさん、流れ星ありがとうございます。そう、あのね、星はね、ちょっと手で表せないということで、なんかもう統一してね、こういうキラキラになったの。さっき明日になったらリアクションが変わってそれはそれでほら楽しんでみんなそれはそれで楽しんでよ。上から食べ物降ってきて、確かにこうやってね、こうやって受け止めてた記憶あるわ。そうだそうだそうだ。花江ちゃんは四十からなんか爆、あ、そうなんだ、へえ、なるほどね、お強いですね。いや、いいね、イベントって感じする幼稚園でキラキラ星踊ってないと思う。え、キラキラ星ってあの有名なやつ、キラキラってやつ。ハクロウさん、こんばんは。ケイちゃん、こんばんは。ってやつ。え、歌ったことはあるかもだけど、踊ったことはないかも。島次郎の歌とか踊ったよ。ハッピージャムジャム最高ってやつ。踊ろうよってやつ。いつもの笑顔でハッピージャムジャム最高ってやつ。飛び出そうステップ踏めばパラパッパパラパラダイスってやつ。まだビデオ残ってると思う。ハクロウさん、流れ星ありがとうございます。よしさん、こんばんは。ラルクさん、こんばんは。え、誰が歌ってるかわかんないけど、でもなんか島次郎の歌だったんだよね確か。トロネオさん、ギバさん、こんばんは。お疲れ様です、みんなありがとうね、夜遅くに。そう、白いアルパカさん、こんばんは、ハートありがとうございます。そうそう、あったのあったの。それをなんかあの幼稚園の時の運動会かなんかで、まあ、発表も兼ねてみたいな感じで踊ったの。けいちゃん、虫眼鏡ありがとうございます。まさかのスタート前日でレイニャが参加表明したんで、ああ、そうなんだ、そっか、じゃあもうすごかったわけだそれで終わったら私なわけだいや、大忙しだ、そういうことか
そうでね、今日はちょっとドタバタしながら、えってかすごくない？盛り上がり度すごいんだけど、今見たらびっくりした。スカーさん、レインボースターありがとうございます。えすごくない？みんな見て見て、すごない？5000くらいだよ、もうあと8盛り上がり。リベドラさん、カンさん、クーさん、こんばんは。わーい、待って、クーさん花束ありがとうございます。1位、スカーさん親衛隊12人目、ありがとうございます。すごい。ドンテンさん、ハートありがとうございます。1位。夜中に盛り上がり最高潮、まさに親衛隊。え、それな、すごい。これあれか、ギフトも関係あるのか、そういうことだ。この盛り上がり度ってギフトも反映されてんの、すんごいんだけど。スカワさん、レインボースターありがとうございます。いっぱいありがとう。そしてドンテンさん、バラありがとうございます。白いアルパカさん、ポボクマちゃんありがとうございます。ヨシさん、なるほど、ありがとうございます。ありがとうね。ギフトとかコメントとか、あとはまあ多分キラキラ星とかいろいろあるんだろうけどね。おーおー、スカワさん、レインボータワーありがとうございますね。すごいよ、何にせよすごいよ。あ、そうそう、あと視聴者数ね、うん、すごい、びっくりびっくりびっくりです。ありがとう。びっくりびっくりや。あれ、なんか変なところ押しちゃった。はんなちゃん、ぽぼくまちゃんありがとうございます。わーん、スカーさん、エンジェルくまちゃんタワーありがとうございます。いっぱいありがとう。くま系全部これなの、ちょっと申し訳ない。なおやさん、こんばんは。たこちゃんありがとうございます。え、よくない？てか待って、あのさ、ちょっとごめんね、あのギフト数の多さにびっくりしてる。あの種類が多すぎる。種類めっちゃ多いのびっくりしてるんだけど、ちょっと思ったより多いわ。キラキラ星、半日に1回しか投げられない。そう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 、15時と朝の3時をまたがないといけなくって。あ、スカワさん、おばけちゃんありがとう。そうそうなの、そうなの。きよみさん、こんばんは。ってことだよね、1日2回ってことだよね。あ、キットみたい、これかわいい。怪盗猫ちゃんかな。ありがとうございます。怪盗猫ちゃんありがとう。 3.75 さん、こんばんは。だるまーありがとうございます。ソーリーさん、あ、また変わってる名前が。博士あゆ太郎さん、こんばんは。スカワさん、怪盗猫ちゃんありがとうございます。なおやさん、ラブレターありがとうございます。ありがとう。これ別に1個のポーズにしなくてもいいんだよね、ラブレターって伝わればいい。ありがとう。イージスさん、虫眼鏡ありがとうございますね。そう思うよ、マンスリーギフト多いわ本当に。そうそう、すごいさ、あの増えて多くてびっくり。
みなさん、ゆうさん、さんちゃん、こんばんは。きよみさん、流れ星、ありがとうございます。クマ？これクマなの？猫じゃない？怪盗キットみたいなの猫ちゃんじゃない？そう、クマ。エンジェルクマちゃんとか、ポボクマとかさ、このクマ探偵、探偵クマちゃんとか、いろいろいるんだ、クマが。あとさ、バラと花束とかさ、ね、あの、レインボースターと流れ星とか、欲しいとかね。まあ、ちょっと被ってるところもありますが、まあまあそれはちょっとお許しください。塚川さん、レインボースターいっぱいありがとうございます。ひろひろしさん、こんばんは。お許しを。ひろひろしさん、流れ星ありがとうございます。え、今日庭の金木犀が咲いてた。もうそんな時期か、いいね。てかすごく寒くてびっくりしてる。もう夜、なんか夕方帰ってきた時も寒かったけど、夜になったらやっぱ余計寒いね。博士あゆたろうさん、ぽぼくまちゃん、ありがとうございます。ぽぼくまちゃん、そう、明日はねちょっと時間が違ったりとか、明後日は朝が一番最初になると思うので、ちょっとお試しでいろいろやってみます。暖房はさすがにつけてない。うん、新潟寒いです。マンスリーあると季節ギフトがいまいち。確かにね、確かにね。なんかまあマンスリーと季節ってほぼ似てないって感じだしね。東京も日が落ちてからさ、あ、そうなんだ、そっか。服装がね難しいよね。日中はさ、あ、暑いとか、まあったかめなのにさ、夜そんな寒くなっちゃうとね、どうしようってなるもんね。とりあえず初日を終えるに安心できるサプライズ。ありがとう。どうなってる？すごい。すごすぎる。ありがとうございます。季節が謎解きなのが一番。でも確かにね。確かに、なんでだろうね。今までなかったじゃんね、こういうの。初めて見た気がする。ね、未来さん、こんばんは。すごいすごい、嬉しいぞ。すごいよ、もう7000とか言っちゃってるからね。もうこれ盛り上がり度が7000盛り上がり。お、連休新潟行くので服装がしば、確かにお天気にもよるけど、でも結構普通に半袖に長袖とか、薄手の長袖の羽織とかがいいんじゃない？それか普通に薄手のなんか長袖のものとかね。寒いかも普通に。今夜も乾いた、ありがとう。ハロウィンの方も増え、どうだろう。でも出そうじゃない、ハロウィンのやつ。盛り上がってる。でもさ、さっきなんか魔女の帽子とかもあったよね。ってことはあれなのかな、あんまり。あ、はなちゃん、バラン、ありがとう。ワイマツさん、虫眼鏡、ありがとうございます。ね、どうなんだろうね。かぼちゃとか欲しくない？ね、せっかくだったら黒猫ちゃんとか。あ、そうそう、マッケノさん、こんばんは。魔女の帽子ありがとうございます。それです、それです。ね、それそれ。最近朝晩とても寒いけど、日中はそんなでもないから服装。わかる、わかる、めっちゃ。でなんかさ、ちょっとさ涼しいのかなと思ってさ、なんかさロンティーで出かけたらめっちゃ暑いとかね。それこの前の私ね。もうと思って、めっちゃ暑いと思って。スカウさん、なるほど、たくさんありがとうございます。ハロウィンは何こうするの？嫌じゃん、せっかくだったら可愛いのがいいでしょ。まだ決めてないんだけどさ、何がいいかなって考えてる。ちょっと考え中です。まだ可愛いのしたい本当に。でもあの日なんかさ、あのインスタにさ載せてる写真、最近のやつで全身のやつなんだけど、あの
ブラウンのロンティーにベージュのさミニスカートみたいなの合わせてた時の話なんだけど、そのなんかさその数日前にすごい涼しい日があって、その時はもうなんかほんとロンティーとかでも良かったぐらいだったのね。でその感じのさノリでさそれを着たらさものすごい暑いわけで、その日 あの日さ友達と出かけてて、でもあの、ね、電車の中とか駅の中がねもうすごいいろんな服の人がいっぱいいて、みんなも同じこと考えてるんだなって思った。そうみんなも迷って出てきたんだなって思ったよ。ほんとなんか半袖の人もいれば、もうなんかロンティーみたいな人もいるし、なんかあのちょっとあのプルオーバーみたいな結構分厚めのやつ着てる人もいたし、なんか一方あのなんかすごいタンクトップみたいな外国人の方とかもいて、なんかすごいいろんな季節の服が混ざってると思って面白かった。あれスカートも結構、いやでもねそんなでもないかな、ペラペラとかではないけど、別になんかそんな分厚いやつではないよあれ。 HK さんぽぼくまちゃんありがとうございます。インスタのはるかちゃんとの写真かわいかった。あ嬉しい、そうやっと会えました。羽織もそんなに持ってないし、同じコーデに見えちゃうのも、あーわかる。しかもさこの時期の羽織ってめっちゃ難しくない？なんか冬とかだったらさそれこそコートとかさダウンとかでもいいけどさ、この時期ってなんかね難しいよね。ニットカーディガンとかじゃちょっとまだ暑いしさみたいな、だけど薄手のカーディガンってそんな何枚も持ってないしねみたいな。そう去年はね園児だったハロウィンコスプレね。マンポンさんこんばんは。あ今日もタンクトップからパーカーまで足してそっかそうだよね、なんか急に寒くなるとそうなるんだよね。そう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 なの、去年は園児だったから、なんか今年はなんかちょっとこう可愛い系っていうか可愛い系にシフトしたいなと思ってます。あのなんかそういう感じじゃなくって、去年コートバカみたいに買っちゃったからコートばっかりあって薄手の上着、こでもわかる、なんかコートの方がさいっぱい着られるしさ、なんかこういう微妙な時期ってさ短いじゃんすごく、なんか過ぎていくと急に寒くなったりとかさしちゃうからさ、あんまりね登場回数が少ないからそんなにさ買う機会もないなってまあは思う。だから自分も全然持ってないタイプ。よしちゃんこんばんは。確かに園児からほぼ1年経つことになる、確かにそうだね。え髪もさめっちゃ伸びたよね、めちゃくちゃ髪伸びた話するじゃんと思うけど自分でも。だってさあの時まださほんとこのぐらいだったよね、こんなんでこんなやつ結んでなかったっけ。そう今日は25分まで、このあと25分までなのであと10分くらいかな。革ジャンやライダースは、あライダースはね着たりしますし、なんかあの春先に買った気がする、確かなんか結局着なかった、あんま着なかったけどなんか春先に買ったような気がする。シグさんこんばんは。えそう30センチくらい多分伸びてるよ、まあ以上30センチも伸びてないかも、15センチとか去年からはね、15、まあ、20センチいかないくらいかな、伸びたかもしれない。シグさんハートありがとうございます。よし、そうそうそんな感じですね。春先にねいろいろ買ったりとか、まあやっぱあれだよね、あの春のなんだろう、こう微妙なあれとかさ。あ直哉さん深夜帯13人目ありがとうございます。そしてエンジェルクマちゃんありがとう。そうあの春先とかさ、その秋、あ違う夏から冬に向かうその微妙な秋のさこういう時期とかってやっぱ兼用でいいなって思う。
じゃないとさ、もったいなくない？なんかって思っちゃう。雨？めっちゃ雨降ってる音するんだけど。髪が伸びてお姉さんのアップでドキドキ。確かにちょっとあれか、幼い印象からは脱却した。さすがに。あのね、あれなんだよね、あの髪短いってさ、巻いたりとかちょっとセットしたりするとそんなに子供っぽくないんだけど、なんかノーセットでね、何短いとねちょっと子供っぽく見えるんだよね。石川さんこんばんは。いや俺のボイパのボイパの雨の音で何むずくない？すごないそれ。その流れるその感情を表現できるってこと結構高度な技じゃない？いいね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 、うんうんうん、そう明日はお昼30分と夜30分と深夜1時間って感じです。あー、スカーさんレインボータワーありがとうございます。あ、そして怪盗猫ちゃんありがとうございます。怪盗猫ちゃん難しい。まあまあの目玉好き。ありがとう。ありがとう。ありがとう。もう10月も3日ですよ明日。早い早早い。どうしよう。どうしましょう本当に。ほんであと6分しかない。無理無理やだ。もう今日本当あっても、なんかさ40分でもイベントの時っていつもそうじゃん。だいたい40分40分40分とかで組むんだけどさ、なんかいつにもまして早いぞ今日は。大変だ、やだ、ダメだ、嫌です。ここからしばらく土日に行事が続く。あ、そうなの。ハロウィンも予定空いてるので安心。ね、そうハロウィンね、火曜日って言ってたから。この間聞いたら火曜日って言ってたから、みんなでパーティーしよう。写真もあげまーす。やったねー。リンゴ飴に自由が丘サンド、まあまあと過ごすいい一年になってる。嬉しいなーね、今年もう一回くらいみんなに会いたいなー。ねー、会いたいねー。会いたいねー、みんなー。わかんないけどねー。ギフト投げに感謝込め返してくれるからなおさら時間経つ。あ、確かにそうかも。私さ、なんかみんながさ、すごいさ、いっぱいコメントしてくれるのがさ、めっちゃ嬉しい。そう、すごい嬉しいです、それは。そう、さっきもね言ったんだけど、ほら1コメント1ポイントとかの制度がなくなったからさ、なんかコメントすごいさ、減っちゃうかなって思ってたんだけど、そんなことなかった。嬉しい。もう一踏ん張り頑張るってこと。あ、はい。いやね、うん、冬くらいに会えたらいいよね。みんなわかんないけどね。わかんないよ。わかんないけど。スクショタイムいいよ、しよう。
何がいい？そうだね、あと4分だからちょっととりあえずスクショタイムでもしとこう。実物のまあまあ100倍可愛いね。いやーそれは分からないけど会って確かめに来てください。会いに来て。え、来週のゆきりのスタイルブックを私が当たってた。すごっ、すごいやん。まあまあ見てたらみんな誰でもコメント本当本当に暫定1位。西山さんこんばんは。暫定1位ポーズどうですか？取れましたか？トンテンさんハートありがとうございます。ママに会いたいんですけどって伝えないで、恥ずかしいから。覚えてますかって言っといて。あ、よかった、ありがとう。博士あゆ太郎さんハートありがとうございます。みんなありがとね、遅くまで本当に嬉しいよ。絶対1位取るぞ、頑張るぞ。なんだっけ、そう明日はねお昼です。お昼、そうお昼夜深夜です、はい、そう深夜は絶対やろうと思ってるので、そうやっぱりね、あの遅くまでやってた方がいいと思うから、なるべくね、まあそういう感じでやっていきたいと思います。頑張ろう、楽しもう。あー、スカワさんお疲れ、ありがとうございます、ありがとう。うんうんね、まあ初日は無事暫定1位だと思いますので、このまま頑張るぜ。ケイタさんハートありがとうございます。スカワさん魔女のお帽子ありがとうございます。はい、ということでみんな遅くまで本当にありがとうございました。また明日お会いしましょう。ゆっくり休んでください。また明日ね、ありがとう、バイバーイ、おやすみ。博士ゆ太郎さんハートありがとう、おやすみ。マンポンさんバラありがとうございます。おやすみなさーい。